チャンディーガル、チャンディーガル、英語、チャンディガー、ヒンディー語、パンジャーブ語は、インド北部の都市。パンジャーブ州並びに、ハリアーナー州の両方の州の州都を兼ねているが、どちらの州からも、行政上は、独立した連邦直轄領の一つでもある。町の愛称は、シティビューティフルである。町の名前は、この地のヒンドゥー教寺院で祀られていた、チャンディー女神に由来している。 ルコルビュジエによる都市計画で国際的に知られ、ルコルビュジエ、ピエールジャンヌレの建築計画が数多く存在し、世界遺産ルコルビュジエの建築作品近代建築運動への顕著な貢献の構成資産ともなっている。また、インド国内で最も高い生活水準及び収入水準を誇りとしている。現在、 チャンディーガルの西隣にニューチャンディーガル計画がある。1947年のインドパキスタン分離独立の際、パンジャーブ州もインドとパキスタンに分離し、かつての中心地ラーホールがパキスタン側になってしまったため、新たに州都を建設する必要が生まれた。現存する都市を改造し州都とするプランが検討されたが、改造に適切な都市がないこと。 政治的判断に、などの諸事情により、新たに都市を建設することが決まった。この都市の名は、現在のハリアーナー州パンチクラー県にかつてあった、ヒンドゥー教寺院で祀られていた、チャンディー女神に由来し、チャンディーガルとは、チャンディーの砦を意味する。独立後のインドの都市計画において、チャンディーガルの都市計画は、最も素早く実行された重要な計画である。なぜなら、 パキスタンとの戦略上重要な場所であったこと、加えて独立インド初代首相のジャワハルラール・ネルーの個人的な興味があったからである。チャンディーガルは新しい現代国家、進歩主義の心情を反映することをネルーによって課せられ、ネルーはチャンディーガルについて過去の伝統に束縛されない将来の新しい国家の心情のシンボルだと宣言している。 都市計画及びいくつかの建築物は、スイス生まれのフランス人建築家及び都市計画家のルコルビュジエによって1950年代に計画された。実際には、ルコルビュジエは2番目に任命された建築家で、最初のマスタープランは、アメリカ人建築家のアルバート・マイヤーと、ランド出身の共同設計者のマシュー・ノビッキによって計画された。しかしノビッキは、 不幸な事故により死亡し、1950年に、ルコルビュジエが計画を引き継いだ。その後、ルコルビュジエはインドに二十数回渡航し、計画を実行した。1966年の11月1日に、パンジャブー州の東側を分割し、新しいインドの州、ハリアーナー州が誕生した。ハリアーナー州を作ったことにより、ハリアーナー州は、 ヒンディー語が主要言語になった。そしてパンジャーブ州西部においては、パンジャーブ語が主要言語であることが保持され、今日でも主要言語である。チャンディーガルは、この2州の境界上にある、連邦直轄地となり、また同時に、両方の州の州都としても機能することとなった。その後、1985年に、当時の首相ラジーブ・ガンディーと、シク教徒を指示地盤とする。 宗教政党、アカーリーダルトの間で結ばれた合意により、翌1986年チャンディーガルはパンジャーブ州への移常が決まった。これはハリアーナー州に新たな州都を作ることを意味したが、実際には他の県の交換の合意が遅れ、今日においても移常は実施されていない。2007年7月15日には、インド初の公共空間での喫煙禁止条例が施行され、 喫煙者に対しては厳しい罰則が課せられることとなった。チャンディーガルは北西インド、ヒマラヤ山脈山陸部のシバーリク丘陵地帯に位置する。面積はおよそ114平方メートル。また、北側でパンジャーブ州と南側でハリアーナ州との間でそれぞれ宗教を有している。正確な地理座標は平均高度は321メートルである。 チャンディーガルの気候は、降雨量が少なく、年間通じての気温の寒暖差が大きい。亜熱帯のモンスーン気候に分類される。12月から1月の冬季においては、霜が降りることもある。年間降雨量は1110.7ミ、mm、リメートルである。冬季では時折、西側からの雨が降ることがある。マイヤー、伸びきから事業を引き継いだるコルビュージエは、 チャンの都市計画の原則に沿ったモダニズムの都市を計画した。ゾーニングに関しては都市機能を擬人化して配置した。また、道路に8段階の順列をつけ、歩道と車道を分離し、歩行者用の道路網を計画した。これらのチャンディーガルのビジョンは、無数の図面やスケッチ、ノートに書かれ検討され、実際に実現された。計画を引き継いだ後も、ルコルビュジエは、 マイヤーとのビッキのアイデアを、残、マスタープランの基本的構成の議事堂、シティセンター、大学、工業区域、戦場公園などは変わっていない。さらに、隣接したジュークの基本モジュールはそのまま残してある。一方、マイヤーとのビッキの計画は、底部が湾曲した円錐台だったが、長方形をメッシュ絵に分割する計画へと変更した。そして、 建物は、幾何学形態の構造をした、素材を誠実に使う建物とされ、ラフな打ち放しコンクリートとして表現された。これは、チャンディーガルの建物の特徴となり、都市に分散している庭や公園に配置された。最初の計画で、初期に15万人が居住し、その後50万人が居住するように計画された。現時点では75万人が居住している。 ルコルビュジエは分割された区域をセクターと呼び、それぞれのセクター内だけにおいて、住む、働く、レジャーができるようにした。セクターの大きさは800メートル1200メートルであり、それぞれに、マーケットも内包する。また、セクターから徒歩10分以内で、学校や大学へ通えるように計画されている。オリジナルの計画案では1から47番の、セクターがあり、 13セクターは除外され、13は不運の数字のため線引きされている。それぞれのセクターは利用するスピードによって7階層に分類をした道路でつながれている 7VS。最も上位の V1 は他の都市とつなぐ高速道路で、V7S が最も遅く道路から個々の住居への道である。その後、自転車用の V8 が付け加えられた。また、 隣接区域での安易な都市開発やスプロール現象を起こさないために1 6トルに及ぶ都市を包囲する緑地帯が計画された。しかし現在では軍や経済界の要望により緑地帯の一部が転用されていい。議場旨および行政事務旨、高等裁判所はセクター1に配置され、それらの象徴的な建物はルコルビュジエによって設計された。 都市のマスタープランやいくつかの象徴的な建物は、ルコルビュージエ呼び彼のチームによって設計されたが、それ以外の多くの建物は、ルコルビュージエの重低ピエールジャンヌレ、英国人、マックスウェルフライ、ジェイ・エンドリュー、そして計画に参加した9人のインド人、MN シャルマー、SD シャルマー、AAR、プラガー・ワルカル、BP、マートル、ピルー・モーディー、UE ・チョドリー、N、 S ランバー、JL マルフォートラー、J,S ディース、アーディティア・プラカーシュなどチームのメンバーによって設計された。都市の最終形態は、ルコルビュジエが以前に提案した300万人の都市や輝く都市とは、形態的にはそれほど似てはないが、都市計画史上において重要かつ象徴的である。今日においても多くの建築家、都市計画家、歴史学者、 社会学学者の興味を引き続けている。また、チャンディーガルには、パンチクラーとモーハーディーという二つの衛星都市があり、これら三都市を結んだ地域を、チャンディーガル都市圏と称することがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。